病だけど、慣れるとおしゃべりしたり甘えたり、コミュ力高くて見た目も性格もとっても愛らしいモルモット。そんなモルモットの飼育方法をペットボックス茶炭店の中地さんに教えてもらいます。飼い方なんですけれども、基本的にケージがあって、この子たちトイレ覚えるのが苦手ではあるんですけれども、最初にトイレ入れていただくと徐々に慣れて、ここがトイレっていうのを認識してくれるので、トイレを設置するのが一つなのと、あとは隠れ家も必要になるので、この子たちやっぱり臆病なので、隠れ家があるとこの自分が落ち着ける場所があるので、この子たち足がどうしても細いので、ちょっとすのこの間が大きいとそこに挟まって骨折したりですとか怪我したりする恐れがあるので、ちょっと細めの金網タイプのものにしていただくか、竿を引いてもらってちょっと足を休めるような場所を作っていただいた方が、安心かなと思いますね。ケージの中だけだとどうしてもこの運動不足になりがちではあるので、ちょっとサークルとかこの飼い主様が目の届く範囲でちょっと部屋の中をお散歩、してもらえるような形をしていただければ、自分たちで動いて遊べるので。この子たち自分たちでビタミン C を作れないので、ビタミン C を添加するようなものと、あとはご飯の方でカリカリのご飯と牧草を常に入れていただくような形になりますね。でお水飲むのがちょっと下手くそではあるので、ちょっとお水の量も気にしていただいて、夏場はどうしてもお水減る量が早くなってしまうので、ちょっとお水が減ってきたなと思ったら継ぎ足しでお水を入れていただいたらいいかなと思います。ゆっくり持ってもらうのと、この胸のあたりとお尻をしっかり持ってもらって、ちょっとモルモットちゃんが安心するような体勢で抱っこしてもらうのが一番ですね。この前足の下の方をちょっとキュッて握ってもらって、お尻を支えてもらうとこの子たち安心する体勢になるの でお腹に近づけるともっと安心して動かなくなるので、自分たちの体温もあるので、ちょっと暖かいので、それで安心して、初めのうちは5分ぐらいから始めてもらって、ちょっとずつ時間を伸ばしてもらっていくような感じですね。で、抱っこし終わったらおやつをあげて、お利口さんだったねっていうので、大切にすると抱っこできるくらい打ち解けてくれるので、そこは家族として大事にしてあげてくださいね。また1匹で飼うか2匹以上で飼うかはモルモットの性格や相性によっても違ってくるので、スタッフに相談してください。